斉藤奈々子、23歳、フリーアナウンサーです。はい、斉藤さん、オーディションお疲れ様でした。ありがとうございました。いかがでしたか、やってみて。どうですかね、なんか大丈夫だったかなって思ってます。これ本当アナウンサーですね。でも今声を聞いてて、うん、すごい声が素敵。ありがとうございます。はい、ラジオじゃなくて、今は結構 YouTube をメインに。あ、本当ですか。へえー、はい、やっぱプロですね。すいません、ちょっと話がそれましたけども、はい、じゃあちょっと、質問なんですけど、斉藤さんの強みを教えてください。なんていうんですかね、ラフさというか、あまりなんかこう変わらないと言われるんですね。オンとオフ、まあ人に対してもそうなんですけど、あとはこの笑顔結構もともとプロ野球のチアをやってたので、その笑顔で人をこう勇気づけたり元気づけたり応援するっていう仕事をしていたので、この笑顔はすごい伝染するっていう風にこう周りの方にすごい言っていただけるので、自分の強みなのかなと思います。はい、とても素敵な笑顔だと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ最後に、今一番欲しいものを教えてください。今一番欲しいものですか。自信かもしれないですね。ちょっと自己 PR でも言ったんですけど、なんかこういろんな活動をしてきてるんですけど、やっぱりなんかちょっと自信がないというかなってしまうので、なんかそうですね、この大会を通して自信が手に入れられるようになればいいかなと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。元カドヨシの21歳、今はホテルマンとして働いています。はい、元カドさん、オーディションお疲れ様でした。ありがとうございます。ちょっと余裕を感じられますけども出来はいかがでしたか。いつも審査員をする側なんですけど、出場者として出るのは久しぶりだったので、すごいなんか言葉に詰まってしまったりとか、この出る側の気持ちを久しぶりに感じたなと思って、なんか初心に帰ると言いますかすごく学べる一日でした、私にとって。はい、はい、審査する側っていうのはどういうことですか。ミスチャペルのウェディングモデルグランプリ2023年準グランプリを獲得させていただきまして、そこからウォーキングであったりとか、ドレスの見せ方だったりとか、歩き方の審査だったり、はい、させていただくことが増えてまして、はい、皆さんも審査する側から今日は審査される側に回りまして、とても頑張らなきゃなって思いました、私自身も。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと質問しますね。はい、元加藤さんの、強みを教えてください。はい、私は結構どんな環境でも緊張することなく楽しめるタイプの人間だと思います。高校2年生の時、夏アメリカに1ヶ月一人で行って、一人でアメリカに友達を作ってディズニーに行っちゃうみたいなタイプの人間なので、どんな人でも仲良くしたいし、たくさんなんか一緒になんか大人数の方が楽しいじゃんっていうタイプの人です。よろしくお願いします。はい、すごい分かりやすかったです、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ最後に、今一番欲しいものは何ですか。欲しいものですか、やっぱミスジャパンになることですかね。そうしましたね。はい、はい、ありがとうございます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。蓮沼愛理です、28歳です。現在の職業はヘルスケアとヨガのインストラクターをやっております。はい、蓮沼さん、オーディションお疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか、やってみて。いや、すごいなんか素晴らしい方々がいて緊張したんですけど、でも楽しかったです。うまくできました。多分変なこと多分言ってるかもしれないです。後で見直しておきますはい、じゃあちょっと質問なんですけども、はい、蓮沼さんの強みを教えてください。強みは笑顔ですね。人に与えられる存在で常に過ごしているので、なんかみんながハッピーになればいいなと思いながらそれを与えて続けていますはい、では最後に、今一番欲しいものを教えてください。やっぱり自分自身のその人生のステップアップとしての鍵
が欲しいです鍵は、もうどんな鍵かっていうか、そういうのはもうイメージは出来上がってるんですか？イメージはできていますちょっとだけイメージ教えてもらってもいいですかね？イメージで言うとティファニーの鍵みたいな感じ。なるほどなるほど、わかりやすい。はい、では本日はありがとうございました。葵です。24歳になります。職業はメーカーの営業職として働いております。はい、葵さん、オーディションお疲れ様でした。ありがとうございました。いかがでしたか、やってみてなんか入った時にあの役員の方が3人いらっしゃって、カメラがあってちょっと緊張したんですけれども、あのうまく伝わっていたらいいなと思います。初めてですか、オーディションとか？あ、初めてです。はい、わかりました。そしたらですね、大道さんの、強みを教えてください。強みは負けず嫌いのところになります。私自身あのジムに週4で通っておりまして、仕事が普通に総合職のメーカーで営業で働いてるんですけれども、仕事が終わった後でもあの10キロ近く走ったりとか、あとインナーマッスルをすごい鍛えることにハマっていて、もう1年以上経つんですけれども、やっぱそういったところも負けず嫌いになっていて、それは仕事にも通じるところがあって、はい、なので負けず嫌いは強みとして、はい、感じております。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に、今一番欲しいものなんでしょうか？あ、ピアノが欲しいです。私あの小さい時からピアノ弾いてるんですけれども、あの実家にはピアノがあるんですけれども、今一人暮らししておりまして、そこにはピアノっていうのキーボードしかないので、あのグランドピアノがあったら、今あの、まあ、家にないのでちょっと自分自身であのピアノ弾けるところを借りてお金払って弾いてるので、ちょっと自分の家にあったらあの毎日弾けるなと思って、本当に欲しいですね。高いんですけど、はい、以上です。はい、ありがとうございました。